ルック・バー・ムーティこと、ルック・リチャード・バー・ムーティは、カメルーン中央州ヤウンデ出身のバスケットボール選手。NBA のヒューストン・ロケッツに所属している。ポジションは、パワー・フォワード、または、スモール・フォワード。フロリダ州のモント・ベルド・アカデミー高等学校、卒業後、名門校カリフォルニア大学ロサンゼルス校に進学。1年目の2005から06シーズンからレギュラーを、 獲得し、NCWA トーナメントでの決勝進出に貢献した。続く2006から07シーズン、2007から08シーズンにおいてもトーナメント準決勝に進出しており、同行ではビル・ウォルトンら以来34年ぶりの3年連続、準決勝に先発出場した選手となった。2007から08シーズンにはパックマイナス10のオールディフェンシブチームに選ばれ、 シーズン終了後2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。通算775リバウンドは UCLA 史上15番目の記録である。ドラフトではミルウォーキーバックスから2巡目37位で指名を受けて入団した。ルーキーシーズンとなった2008から09シーズン2巡目、指名の選手ながらディフェンス力を評価され52試合の先発出場を 含む全82試合に出場した。2010から11シーズン79試合に出場し、平均6.7得点、5.3リバウンドの成績を残した。420リバウンドはチーム2位の記録であった。フリーエージェントとなっていた。彼は2011年12月13日、バックスと複数年契約を結んだ。2013年7月12日、 サクラメントキングスに移籍。2013から14シーズンが開幕して間もない11月26日に、デリック・ウィリアムスとのトレードで、ミネソタティンバーウルブズに放出された。2014年8月23日、フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズに移籍した。2015年7月14日、サクラメントキングスと1年契約を結んだが、 二日後にメディカルチェックで不合格となり契約を解消。その後ロサンゼルスクリッパーズと契約した。2017年7月16日、ヒューストンドケッツと1年ミニマム契約を結んだ。2018年7月10日、ロサンゼルスクリッパーズと1年430万ドルで契約。再びフルスへ移籍となった。2018から19シーズンオフに FA となった。 2019から20シーズンは無所属のまま過ごしていたが、2020年7月7日に、かつて所属していたロケッツと契約した。ゴール下でのリバウンド争いに強さを発揮し、スモールフォワードの多いチーム事情もあって、パワーフォワードとしてプレイすることが多い。複数のポジションを守れるディフェンス力に定評がある。ありがとうございます。